クリストラモン・モンサレス・ペレスは、スペイン・カナリア諸島州サンタクルスでテネリフェ出身のプロサッカー選手。ポジションは FW。CD ・ミランデス所属。2008年に地元の CD ・テネリフェのカンテラに入団。2014年夏に B チームに昇格し、8月22日の SD ・ポンフェラディーナ戦でプロデビュー。 2014から15シーズン中にトップチームに昇格。2016から17シーズンは、シーズン途中に、柴崎学が加入。同シーズンは、セーグンダリディビシオンで4位に入り、昇格プレイオフに進出したものの、ヘタフェ CF に一分に一敗に終わり、2009から10シーズン以来のプリメーラ復帰はならなかった。2017年7月25日、 レアルマドリードへの移籍が決定。下部組織のレアルマドリードカスティージャに登録され、2017から18シーズンはセグンダディビシオン B で35試合11ゴールを記録。2018から19シーズン途中にトップチームに昇格し、2018年10月31日のコパデルレイのユディメリ,リア戦で、 後半途中にマルコアセンシオとの交代でトップチームデビューを果たし、試合終了間際にトップチーム初ゴールも記録。2019年1月14日のラリーガのレアルベティス戦では前半戦で左手を負傷したカリム・ベンゼマとの交代でリーガデビューを果たす。自陣ペナルティエリアであわやハンドの場面に遭遇するも VAR 判定が見送られるという幸運に恵まれ。 敵地エスタデオベニートビジャマリンで2から1の勝利に貢献した。2019年7月19日、ウディネーゼカルチョと5年契約を締結した。8月、s d ウエスカへ、レンタル移籍。2020年7月21日、ウディネーゼに復帰。2020年12月10日、セグンダリビジオンの CD ミランデスに、レンタル移籍した。ありがとうございます。